レジーナ・キングはアメリカ合衆国の女優、テレビドラマ監督。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。妹のレイナ・キングも女優。南カリフォルニア大学で学んだ。1985年にテレビシリーズにてデビュー。2004年のレイ、レイでの演技が高く評価される。2015年にスタートしたテレビシリーズアメリカン・クライムでエミー賞助演女優賞を受賞。 ゴールデングローブ賞にもノミネートされた。翌年も同作、同部門で2年連続受賞を成し遂げた。2018年にネットフリックスの運命の7秒でエミー賞主演女優賞を受賞。同年、バリー・ジェンキンス監督の映画ビール・ストリートの恋人たちに出演し、第76回ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞。2020年、あの夜、マイアミで で、監督デビューを果たす。1997年にスコットランドのサッカー選手と結婚し、息子が一人いるが2006年に離婚している。政治的にはバラク・オバマの政治キャンペーンに積極的に参加している。ありがとうございます。